お世話になります、ひとりでございます。だいぶ前ですが、色違いパンプジンが期間限定レードで確率アップしていましたね。実際私も簡単にしかも大量に捕まえることができました。こんなたやすく収穫できるとはいえ色違いであり、今はもう期間限定の日付は大きく過ぎているので、それなりに需要はありそうですよね。となると野良交換に出したくなりますよね。私はどんなレアポケモンが手に入るかワクワクしすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じ状況かと思います。で、このハロウィンレイド期間中に渋谷に行かずに、私は15体ほどパンプジンを収穫しておきましたので、今回は色違いパンプジン15体を使って野良通信交換でレアなポケモンをゲットできるか検証していきたいと思います。はい、じゃあまず毎回説明してるんですが、以前の動画で奇跡が起きまして、私一人を知ってくださっている方がね、良心で交換してくださった事例があったんで、今回もちゃんとね、私の名前でないアカウントでやっていきます。で、今回もまた私が欲しいと思ったね、色違いを基本的には狙います。で、さらにメルメタルとかザルードとか、その他伝説系でね、珍しい系のやつはね、狙っていきたいなと思います。ということで早速いきましょう。はい、出していきますよ。ヒバ2回。これは無理だよ。おー、いいな。パッチラゴンはめちゃめちゃいいじゃん。かっけえ。初めて見た色違い、こいつの。いや、無理か。うわー、超かっけえ。なんか普通のビリジオンで断るのもちょっと、こっちが偉そうだなっていう感じしますけど、実際いらないんだよね。いやー、きついね。トカゲはいらないな。いや、バドレックスいいけどね。URL があるやつはね、ダメなんだよ。あ、無理か。無理か。無理だね。うわ、これめっちゃ惜しい。いや、普通すぎるわ。いいな。あ、でもきついな。普通の伝説は価値高くないんだよ。おお、すげえかっけ。やばいやついっぱいいんな。ダメだね。これ欲しいぞ。頼む、来てくれ。オッケー、来た。一発目来た。こいつはなかなかいいね。マイナー系の色違いは結構私好きなんで、ありがたい。グッバイ、チャラオパンプジン。なんかトマトみたいな感じだけど、めっちゃいいねこれ。え、なんか化石系の色違いめっちゃ増えてんな。頼む、めっちゃ欲しい。あ、無理か。来い来い来い。オッケー、来た来た。え、マジか。今まで見たこともなかったのに、パッチラゴンなんか。うわ、こいつはめちゃめちゃ嬉しいや、普通に。うっしゃー。そっか、化石系冠雪原でレイド解禁されたからか。なるほどね。だからリピボで入ってんのか。うおー、かっけー。うお、すげえ。やばいじゃんこれ。え、まだこいつ解禁されてないっしょ。マジやばいね。普通にやばい人いるんだ、やっぱり。だからダメでしょこいつ。完全にやばいじゃん。かっこいいねこれは。いらないね。いや、こいつはちょっとやめとこう。うわ、え、こいつもダメだよね。いたらまた見つけたよ。いいけどね。ちょっと怪しいな。あー、いいな。キッズ、いいけどダメ。無理か。すっげえ色だなこいつ。普通のはきついね。いやー、わー、めっちゃいい。へ、すごい色だな。いやー、いやー、いやー、くれ。これはいいぞ。いやー、いいけどダメなんだよ。おー、いいね。いやー、色違いだったらね、めっちゃいいじゃん。お、マーシャドウじゃん。おい、いらねえな。いやー、いらないな。いやー、めっちゃカラフルでいいよな。普通の伝説はきついんだよな。いや、きついね。いやー、しー、こういうの多いな。色違い見はやめとこ。普通のやつ、いい色違いだけどダメ。いいのが来ないな。いいね。これ欲しいぞ。おい、来た。いいね。いや、EV はね、まあ、いっぱい進化するから、そういう意味でいいですね。まあ、実質これで、エイフィーとかブラッキーとかの色違い手に入ったようなもんですから、EV の色違い何体持っててもいいですからね。なかなかいいんじゃない？うわ、超かっけ。これよくねえか。オッケー、来たー。マジかー。いや、同じ人が交換してくれた。いや、これはめちゃめちゃ良くない？中身のコア的な部分だけ色が違うっていうね。来るか。いや、ジーラン作れんの？オッケー、マジかマジかマジか。この人3体目くれたわ。めちゃめちゃありがたいんだけど。いいのもらっちゃって。うわ、3体も交換してくれてありがとう。マジでいい人だ。お、めっちゃいいじゃん。うわ、めっちゃいいね。うわ、ビクティニーじゃん。マジか。え、色違いしかも、これやば。いるの色違いなんて。いやー、 いいね。ドットコムはびこりすぎ。普通のはきついね。うーん、普通のやつか。あ、ミスったミスった。バカした、やっちった。間違っておっしゃった。バカしたな。間違えて交換しちゃった。やっべえ。やべえ。普通のクイックボールのエイフィー、普通色と交換しちゃった。バカだな。いやー、いいね。いいね。いや、普通の？いやー、お、いいね。ゼラオラ？無理だよ、それは。カモネギくださいは、私はパンプジン1本でやらせてもらってます。ブー。きついな。普通のやつ。あ、ポケモン GO 最近のやつか。来い。
オッケー、来た来た来た。まあ、これポケモン GO さんですけどね、最近確かイベントみたいなあったやつですね。まあまあそれでもいいでしょ普通に。オッケー。まあ、地味にポケモン GO から色違い連れてくるのって、あの転送エナジーとかいうエナジー使う必要あるんで、地味にめんどくさいんですよね。だからありがたいっちゃありがたいな。うわ、いい仲間ゲロゲ、めっちゃ欲しい、くれ。オッケー来た。よっしゃ、いいね、ガマゲロゲ初めてだ。いや、かなりこれ色違いの中でも独特な色違いでいいっすね。なんで同じ人が何回も交換してくれんだろう。めちゃめちゃ優しい人ばっかだな、マジで。オッケーオッケーオッケー。かっけーけどダメだ、無限デーナはいいや。お、ニドランじゃん。普通ドランはいいんだよな。ダメや、こいつは無理だ。あー、いいね、普通のは無理だよ。バカ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 、アップね。キラティナいらない。お、キシキザン、かっけー。え、くれんの、こい、くれんのかい。マジか、やべえんだけど。え、マジ。しかも親名この方エンジェルって書いてありましたからね。え、多分めちゃめちゃ優しい人なんかもしんないっすね。いや、これマジで嬉しいっすね普通に。しかもネストボールっていうね、そこいい点ですよね。色地ガルデなんか持ってねえんだよこっちは。メタクロスいいなや。普通のフェラーいらないんだよな、持ってんかい。普通のやつ、普通のやつはきつい。うわ、また来た。うわ、やばいなこいつ。ピカルゲも多いな。いや、ほんと誤算けダメ。お、ピクトニいいな。うわ、ベンチュラいいな。いやー、いいね。またバイウール来い。お、来た来た、よっしゃー。なんか今日バイウール多いな、色違いやな、やつ。なんか当たり前すぎて持ってないパターンのポケモンですよねこれ。お、いいね、シャイゴン、シャイゴンっつんだ。お、来た来た、シャイゴン来た。やったぜ、普通にいいわこいつ。色がさ、水色とかのパターン、ちょっとなかなかちょっと気色悪い色ですよね。好きだけど。普通のやつか。いや、自慢はやめてくれ、時間の無駄なんだって。 SNS とかでやってくれ。いや、くれ、くれんのかい、くれんのかい、くれんのかい。いや、ちょっとごめん、今ちょっと色違い自慢してるかと思ったんだけど、交換してくれたんだ。普通に私がいけなかったわ。なんだ、ちゃんとくれようとしてたんだね。ただ私がずっとパンプジンしか出さないから、パンプジンに合うやつも出してやろうっていうことで諦めて出してくれたんですね。ありがとうございます本当に。いや、申し訳ないことした、ありがとう。通常のやつはいいや。うーん、おい、何これ、ディアンシー、初めて見たんだけどこんなポケモン。いやー、きついね、黒ゴマの色だ。いや、ダメだ、マギアナくれねえわ。こいつはポケモン GO で捕まえたからやだ。いや、ドットコム多いなー。あー、無理だねー。あー、ダメか。デヒレはやってないです、パンプジンしかやってません。こっちは普通のやつ貸して。あ、ルナトーン貸してってことね。あ、そういうことね、持ってないのかこの子は。多分図鑑、ドットコムはいらん。いいねー。いや、御三家をドットコムしかいないね本当に。もう伝説多すぎだね本当に。いやー、普通になってきた、だんだん。いいけどやだ、マギアナは持ってないっす、パンプジンしかやってません。いや、いいんだけどね。いや、ベーコンイベルタルいいな、肉みたいなイベルタル。いや、色違いほんと全部ドットコム系っぽい感じぐらい多いね本当に。持ってんかい。いやー、ダメか。お、いいな、くれくれくれ、おっしー、めちゃめちゃいいじゃん。巨大マックスダストダス色違いだからね。色違いのこいつの方が体に割りそうな毒タイプですよね本当に。いや、いいわ、マスターボールだし、なんか別にボールは気にしてないけど。うわ、超かっけえじゃん。よし、ドットネットもあるっていうね、ドットコムだけじゃなくて。ルカリオくれって、私はパンプジンしかやっておりません。レジドラくれって言われても、こっちはパンプジンしかやってねえんだよ。いやー、ザシアンはいらん。お、ジラーチくれんの、渋いね。いやー、いらないなー、キビーな。いや、すっげえ普通のやつだな。コダックくれ、こっちはパンプ全しかあげれないっすよ。きっちいな。ジラーチくれよ、無理だよ。いやー、奥に生えたグラードン欲しい。いやー、きつい。いや、きついんだよね。お、ルギアじゃん。お、ゼラフォラじゃん。厳しいな。いや、欲しい、くれ。オッケー、きたきたきた。いいねー、マジか。ボーマンダー普通に嬉しいわ。いや、めちゃめちゃありがたい。よしよし、いいね。きつすぎるな。いやー、きついね、無理や。あいにくさっきもらっちゃったんすよ。いやー、かっこいいじゃん。またドットコム、ふう、おー、いいね、持ってんかい。ドットコムなんだよな。いやー、本来だったら欲しいんだけど、こいつはね。きついね。わー、デリバードいいな。オッケー、来い、きたー、しじゃあラスト来た。デリバード、なかなかいいんじゃない。デリバードはラッキーでしょ。いや、でもこれじゃ全くサンタクロース感ないね、ただの変態ジジイにしか見えないわ。よしよしよし、
グッドだねこれは。はい、ということで終了しました。はい、今回ゲットしたやつはこんな感じですね。まあ結構地味なやつが多いかなっていう印象ではありますけど、まあまあいいんじゃないでしょうか。一番の収穫はまあこれかな、ミュウツーの色違いかな。であとボーマンダの色違いとか、まあフライゴンあたりも結構ねいいんじゃないかなと思いますね。あとねパッチラゴンとか化石系も結構いて、そのうち一つゲットできたんでよかったですね。でも実際最高はこいつか、特性不眠のデリバーとか。おめえ俺にスキルスワップしたろ。ということで検証結果、色違いパンプ人15体を使って野良通信交換でレアなポケモンはそこそこ手に入るでした。冠の雪原という新たな環境にて初めて私この交換企画をやりましたが、やはり全体的に伝説系のポケモンは非常に多かったですね。ただ別に私としては、色違い以外は特にいらないということで、交換はなんかむしろしにくいような状況にはなってたかと思います。色違いについては先ほども言いましたが、化石系のポケモンだけね露骨に増えてて、まあ、冠の雪原で登場したポケモンとかが、まあ、そこそこいたっていう感じですね。まあでも相変わらずちゃんと色違いは手に入る感じだったんで、やはりレイドさんでもねそれなりに色違いとして価値はなくはないっていう感じですので、皆さんもやってみてはどうでしょうか。まあミュウツーも手に入りましたしね、今の気持ちはそれなりに心地いいかなと思います。それはちょうどバンプ尋常じゃなく聞いた時のような心地よさです。テロリストじゃない。